ジラのモノマネ。ゴジラ。はい。学芸芸人やってます。はい、一言どうぞ。しずき君、最高。ここが私のアナザースカイ。行くぞ。フォースレンジャーです。はい。今回も助っ人芸人さんに来ていただいております。シルトボールいソルトボール大好き芸人です。おねしー。ということで今回はですね、フォーツー恒例の名刺配りをですね、初園さんと一緒に対決していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。制限時間内により多く名刺を配った方の勝ちとなっております。はい、よろしくお願いします。ここ対ここっす。そうです、そうです。あっちなんですけど、ずるくない？3位中でしょ。今回僕はカメラマンに回りますので、2位中よ。あの高弘くんは実質そうなんですよ、いるだけみたいな。ちょっと戦力外、戦力外なんで。じゃあ実質1対1。肩痛いだけど実質1対1になるんで。そうそうそう、あのちょっと対決。そうです。ちょうどかわいい対決ってことですね。かわいい対決です。ありがとうございます。制限時間なんですけども、こちらフォーツにちなんで、はい、42分間です。はい、42分間。刻むね、刻むね。きっちり42分になった瞬間に終了とさせていただきますので、まあ、その時間内にどれだけ配れるかを対決していきましょう。負けねえぜ。くぜくぜ、ゴーフォーツー。では42分間名刺配り対決、よーいスタート。絶対に負けないんだぜ。してるんですよ、新宿は。よく劇場で通ってますからね。なるほど、強いね、それ。はい、すいません、こちら名刺いただいてます。すいません、名刺いただいてます。ありがとうございます。すいません、ちょっと YouTube のフォローをしてもらいたくて。すいません、ありがとうございます。こういうバイトもやってたんですけどね。こういうバイト、バイト、ティッシュ配りのバイトやってたんですけど、よく断られるんで、よく嘆いてました。地獄なんですよ、これ。これはどうやって洗濯とかするの？洗濯してないです。ファブリーズ、あの匂い消ししてます。こういう時はグループとかコンビとかがいいっすよ。よっしゃ。ピンは受けた時とかは全部自分に来るから嬉しいんですけど、こういう時は萎えるんですよ。見たら2人なんか、兄弟みたいな。あ、誰と並んでもあの兄弟で。そこら辺のちょっと変な人たちを突撃したいと思います。あの、私 YouTube やってて、名刺配りやってます。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと見てくれたら嬉しい。はい、当たりが出るまでつけたんで。サンガルや。
ありがとうございます。なんか見てくれたら嬉しいです。全部行かれる。いいぞいいぞ、頑張り頑張り、ラストスパート。最初に手で持ってたやつはあと5枚になった。いいね、ありがとうございます。はい、一言どうぞ。ちじくん最高、ここが私のアナザースカイ。登録者数100万だ。いや、1000万だ。やばすぎ、世界取れる。後輩です。後輩何人かいます。やべやべ、ちょっと名刺配りをしてて、ソフトボール大好き芸人の名刺だった。存じてます。そうなんで、ダメだった。もう帰ります。あ、ちょっと動画撮ってました。はい、ありがとう、本当にありがとうございます。ごめんなさい、戻ろう。やべ、後輩と喋っちゃった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。感想の方、じゃあゾノさんからお願いします。いや、過酷っすわ。一人だよ、こっちは。最新分でやめようと思ったんですけど、まあなんやかんやで自分って愛されてるなと思いました。以上です。アノンちゃんペア。はい、私は2回目で1回目なんだけど、心は強くなった。すごく楽しかったです。いろんな人に見てもらえるといいなと思います。もらってくれた方たち、ありがとうございます。初めてやってポンコツだなと思いました。次回がもしあったら、うん、より配れるように頑張りたいと思います。次回参戦決定。参戦決定。発表。はい、じゃあ、まあ、何枚配ったかですね。はい、わかりました。ゾノさんからお願いします。はい、私はですね、100枚からこのぐらい減りまして、結果は64枚配りました。まあね、どれぐらい減ったか見せてあげる。こんくらい減って、こんくらい減ってですね、49枚です。全然自分の数字忘れてた。今回の名刺配り対決はゾノさんの勝利。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、交通レンジャーでした。チャンネル登録とコメントと高評価とベルマークよろしくお願いします。お願いします。そしてゾノさんのチャンネルも概要欄に貼ります。お願いします。ぜひチェックの方よろしくお願いします。